というわけでね、もうやめちゃいたいぐらいなんだけどもね、今日の3冊目、来たね、これ本当に。さっき読み終わったんですけどもね、今日の3冊目は、森達也さんと、毎日小学生新聞編で、編集で、僕のお父さんは東電の社員ですっていう、まあね、そういう本を読んだわけなんですけども、まあタイトルからしてね、ちょっと避けてたんですよ。私原発の問題まだ相変わらずよく分かってないから、なんか説教食らうの嫌だなと思って、ましてや小学生ぐらいの男の子からさ、世の中ってこうですなんて言われたらさ、ねえ、それこそ風光だ菅三順だって読んでる男がさ、小学生からいちいち怒られたくないっていうのはあるじゃないですか。でこう嫌だなと思って読んだんだけど、これがさ、この雄大くんって男の子が小学生新聞に書くところから、投書のところから始まるんだよ。投書した一通の手紙から。でそしたら自分のお父さんはその東電で働いてるっていうわけで、前にその小学生新聞に載ったなんかジャーナリストの人の記事が無責任だって感じたっていうわけよ。その東電は何の責任も取る能力がないみたいなことをそのジャーナリストの人は書いたんだよね。その任せられないああいう会社にはっていうことを書いたら、いや僕のお父さんは頑張ってるみたいなことをこう雄大君が書くわけ。それに対して反論で、そのジャーナリストに対してさ、でやっぱり原発の問題はあの東電だけじゃないっていうわけ。原発を作ろうとしたのはこれはやっぱり日本中の人とか世界中の人が作ろうって言ってできたもんだっていうわけ、原発ってものはっていうことを書いて、だからみんなで考えていくべき問題だと思うってことを雄大君が投書するわけよ。でそれから反論なり賛成の意見が送られてくるわけですよね、その新聞社に対して。で雄大君の言う通りに東電だけの問題じゃないっていう人もいれば、いや東電が悪いっていう人もいたりとかするわけ。そういうさ、はがきが小学生の、まあ、はがきがもうメインなんだけども、中学生高校生大学生で社会人の人たちまでさ、こうはがきが来るんだよ。で読んでるとさ、だいたい小学生ぐらいはさ、なかなかでもいいこと言うんだよな、やっぱり。あの何、悪い悪いって言ってるだけじゃ話進まないから、もう怒っちゃったことだから、これから先のこと考えていかなきゃいけないっていうわけ。だいたいみんなこういうこと言うんだよ。だいたい東電悪い責任あるないっていう人はいないんだよ。嘘ついてた悪いっていう人がだいたい多いからさ。であの小学生ぐらいだとセシウムっていうんですか、なんか出てくるやつは、ひまわり植えるとあのひまわりが吸い取るからひまわり植えたらいいってさ、俺なんか読んでるとさ、ハムスターじゃねえんだからそんなめんどくせえことできるかなって思ったりとかしつつも、でもひまわり確かに植えたらいいなとかって、こうそういうこと知らなかったから、ああそうかって思って読むわけで、この本で何が一番良かったかっつうと、俺反対派はいても賛成派は原発に対してはいないと思うんだけど、なんか嫌なんだよ賛成反対って言い方すんの。だから俺がすごくその反対派だって大きい声に反対したのとかで、なんか俺消極的に賛成なんだよなとかっていう、その細かいところがこう大きい声になるとこう書き消されちゃう感じして、俺多分嫌だったんで、自分まだ迷ってるから。でこの本が良かったのはやっぱり、そのまあ今あえて言いますよ、その賛成反対っていうその意見がさ、両方2つ同時に見れるっていうところだったんで、俺良かったのすごく。で坂本龍一の本とかわかんないですよ、読んでないからわかんないけど、まあ反核の本とかっていうのは、まあ多分図書館とか原発とかのこと調べると、まあ結構出てくるんだ、私は原発に反対しますとかさ。それなんかそれだとちょっとまだ、あなんか予想ついちゃったね、自分的には。まだ読んでないからわかんないですよ、内容は詳しくは。俺だからそのまあ大体意見は似てきますよね、小学生はひまわり植えろ植えろっていうし、こう似ては来るんだけど、やっぱ自分がその迷ってるだけにさ、俺と似たような人もいるんですよね、やっぱり。いやまだちょっと必要なんじゃないかなって人もいたりとか、もうすぐやめちゃってもいいんだっていう人もいてさ、やっぱり結局読んでと思ったのが、まあ話し合うのなんか意味ないっていう当初もあったけども、やっぱりこう要は電気絶対みんな使わないと生活できないわけですよね。まあ勝手にさ、俺はいらないって言って山本太郎みたいに必要ないって言って、まあこう木をさ、こう摩擦熱で火を起こしてやる人も別にそれはそれで勝手にすればいいんだけど、俺には必要なんですよ、まあ大多数の人にも必要でしょうし、そういうとこでね、やっぱこうそういうみんな関わってく問題だから、やっぱこの
絶対にみんなでこう膝突き合わせて腰据えてじっくり話し合う必要が絶対にあるんだなってことをこう感じられたのはとっても良かったですね、この本。だから小学生も意外とバカにできねえなって思いました、本当に。でまたなんかさ、ちょっと、いや雄大くんがどういうつもりで書いたかってその感情の細かいところまでは分かんないけど、お父さんが東電で働いててってことをこう言ってさ、なんかこうお父さんの味方してやるって言うとちょっと雄大くんに失礼かもしれないけど、なんかその気持ちちょっと嬉しかったね、俺なんかいいやつだなと思って読んでましたね。なんかそういう人がこう投書したっていうのはすごいなんかちょっと感動しちゃいました。はい、というわけで今日の3冊目はですね、森達也著、毎日小学生新聞編集で僕のお父さんは東電の社員です、でした、でしたじゃないです、はい、でした、はい。というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。